だお前は。帰るってんだよ。ねえ何があったの。泥棒にされたんだろうが。まず店長言ってたのどういうこと。俺がやったと思ってんだろ。何度思ってねえんだ。行けよじゃあ今行って言ってこいよ。田中さん本当にやってないのね。だからやってねえっつってんだろうがよ。何かあったら全部俺のせいされてんだろうがよ。何かあったら全部俺のせいされてんだよ。皆さんは一線を越えたんですよね。どういかなる理由があってか分かんないですけど、でもその人たちと同じにはやっぱできないじゃないですか。自分たちがやった結果でしょ。自己責任じゃん。人としてみんな我慢していることがあなたたちはできなかった。これからもできるってどうして言えるの。あそこにずっといるんですよ。あいつがずっといるんですよ。ずっと謝ってんすけど